こんにちは、こんばんは。 EA トレーダーをしながら増えた資金で金や株などを運用しセミリタイヤしています。ウタと申します。オンマカキャラヤソワカ、オンマカキャラヤソワカ、オンマカキャラヤソワカ。今日は大黒天様の真言でスタートします。本日は AI 搭載自動売買システム POS 2.0 の11月15日の結果を発表していきます。私が運用している元本は2万ドルです。日本円にすると本日の換算で302万円、結果は1218ドルかける151円換算なので183,918円が利益でした。プラス 6% という結果となりました。ちなみに6000ドル以下で運用している方のみポジション決済などのタイミングで残念ながらプラスにならなかった方もいるようなのですが、月単位で損が出ていないこのシステムはさすがとしか言いようがありません。11月に入ってからの利益表はこんな感じ。安定と爆益が混合していて素晴らしすぎますね。私もそうですし、この自動売買を取り入れてくださっているユーザーの皆さんはしっかりと資産を増やせているので私も嬉しいです。まだ参加されていない方もこの辺で本腰を入れて資産を増やしていきましょう。ちなみに8月、9月、10月とこんな感じの結果を積み重ねています。約3ヶ月間で 52% も出していますね。成果報酬差し引き後も 26% 残る計算です。すごくないですか？100万円の運用なら3ヶ月で26万円、1000万円の運用なら260万円がしっかりと取れているということです。参加されている皆様おめでとうございます。ここで目をつけるべきポイントはギャンブル性がなく、いかに長く収益を上げ続けられるかです。すべて無料で提供されている家や爆益型の家が魅力的に見えてしまう方も多いのですが、一つ考えてみてほしいのです。なぜ無料なのかと。一時的に爆益が出たとしても来月再来月とマイナスになったんじゃ何の意味もありません。私たちが提供する POS 2.0 や ZE1.5 は使用条件として月末に成果報酬 50% をいただいていますが、もちろん勝てないと成果報酬が発生しませんので開発チームにも利益が出ません。まさにウィンウィンの仕組みになっているのです。 POS 2.0 や ZE1.5 がなぜ長らく愛されているのかというと、約3年半という長い歳月において破綻実績がないという一番根底の部分がしっかりとしているからです。もちろん相場物に絶対はありませんが、どうせやるなら長く続けられる自動売買の方がいいと思いませんか？私は参加してくださっている皆様が笑顔になってくれていつも幸せです。ぜひ私と安心安全に運用していきましょう。ジェイスシティの歌でした。また明日ね。